ようございます、こんにちは、こんばんは。さてさて、どれでしょうか。今日はハワイホノルルにいます。さてさて、今日はですね、2024年、9月11日か。そっか、今日は911ですね。ニューヨークはあれですね、いろんなところで追悼のセレモニーとかがあってますね。はい、で水曜日朝の8時51分、気温は26度となっております。そしてね、皆さん見覚えあると思うのですが、今はそうです、カリヒにいます。そして今この道を通っていることは、さあどこに行くでしょうか。というわけで今日も始まります。さあ、お分かりですね。そうです、ライオンコーヒーに向かっております。今日はね、水曜日か、今日はね、ちょっと卓球のね、嬉しいことにね、卓球のコーチのね、お仕事がね、5人かな、5人の生徒さんのね、レッスンが立て続けに今朝の9時から夜の、8時までね、続きます。5件、2時間の方と1時間とかかな。そうなのでね、ちょっとカルちゃんはね、もう今卓球場に行ったんですけど、私はね、ウェブサイトやらやらね、やることがいろいろ溜まっているので、ライオンコーヒーでね、作業をしようと思って今向かってます。何これ、かわいい、なんか桜みたいな形してるけど、桜じゃないね、赤だしね。さあ今日はね、朝ということで、多分ね、ライオンコーヒーさんも混んでるんじゃないかなと思ってるんですけど、私の定位置がゲットできたらいいな。そこがね、一番ね、こう誰の目も気にせず作業できるというか、誰も見てないと思うんですけど、なんか私こう自分がね、こうパソコンを触っている画面を見られるのが恥ずかしくて、ね、誰も見てないと思うんですけどね。だからね、ちょっとね、こう壁側とか窓側が好きでね。ああ、今日もね、日差しが、今は暑いんですけど、でもね、少しね、やっぱりもう夏も終わりかけてきてて、朝ね、いつも起きるとうわ暑っと思うんですけど、あと車の中とか乗ったらね、暑っと思うんですけど、なんかね、少しずつね、和らいできてる気がしてます。なのでもう夏も終わりかな、もうそろそろね。だからさ、プールとかがね、寒いんですよ。なんだろう、なんていう、まあ、海の近く、温水じゃないプールはね、もう寒くなってきてます。さあそんなこんなでね、この赤いところが、赤い建物がライオンコーヒーさんですね。もうおなじみ、私の Vlog でおなじみの、じゃあ誰もあんまりいないことを祈ってやろう。そんなこと言ったら失礼だな。すっかりね、お店で座ってる図、このドリンクを買った図とかすっかり撮るのを忘れておりましたが、今ね、2時間ね、経過したので卓球場に戻っております。そしてこの後、お家に戻ってね、カハラに戻ります。で、そこで2時間か。はい、というわけで次、カハラにワープ。暑くなってきました、日差しが。さあ、カハラに帰ってきました。今ね、これから2時間あるので、私はもろもろ編集と
お仕事をねちょっとしながら今こんな感じでハワイを感じております。あー最高だ。今日もとっても気持ちがいいです。なんかこのポコプールなんですけど、ちょっと汚いからあれだけどさ、水の色もね水色でね、もう見てるだけで癒される。あー最高です。今日もいいお天気です。で私はねこの上から見る、上の階から見るね海がねまた好きで、いつもね最近ここからねここの辺りからねスタートすることが多いんですけど、いやーもうこのね海の色が本当にたまらない。めっちゃ綺麗。あーもうここは何度見ても本当に癒されますね。幸せでね、ここに座ってねもうこの風を感じながら何もせずにふわーってなるのが大好きです。さあそんなねリラックスしてる場合じゃなかった。じゃあちょっと頑張ってきます。なんかあるかな。ラルフとか置いてある。前からあった？ラルフあったかな。それは何？あ、ボス？ヒューゴ？うわ、いいね、生地が最高。はい、というわけでお疲れ様でした。今日はね、5件のレッスンがね、今終わって、ちょっとね、少しだけノードストロームと TJ マックスをね、お散歩しようということで、今来ております。ワードに来てます。ちょっと久しぶりだね、ノードストロームね、来るのね。なんかあるかな。上行く？あ、でも、メンズが見たいね。こっちが私のサイズだよ、ここメンズの私のサイズ。なんかあるかな。ナイキしかないね。すごいじゃん。うん、ちょっとすごい、ちょっとちっちゃく見えるね。うん、これはスケッチャー。スケッチャー、あれ、あれがないね、ホカが、うん、ノードストロームといえばホカとオンクラウドのね旧モデルが、メロ？あ、これ、うん、オンクラウドのね旧モデルが置いてあるんですけど、ここにはないのか、あっち側かな。なんかいいものがあればいいな。さすがにもう買わないけどね。これモンスターじゃない？ No. これ何？普通か、普通のモデルだった。オールドモデルだね。これもオールドモデル。ちょっとだけ値段ね。で、$99。うん。ね。今日私ちょっとこれと一緒じゃない？これ履いてる。ちょっと違う？モンスター2が欲しいね。ないよね。ここにはね。ここにあったらもう即買いするのに。お、ちょっとなんか安いよ。ビルケン$75です。見て見て、ここに他のねコーナーがあります。でもちょっとモデルが古いんだよね。値段は 99.97。 ロスとかの方がちょっと安いよね、うん、ロスのいくらぐらいだったっけ。$90ぐらい、うん、これはそれ 99.97、 $100ぐらいだね。うん、カラーがちょっとグッド、うん、お、70% オフやってる。
でもね、ノードストロームはちょっとね、元値が高いもんね。だけあんまり お得っていう感じにはならないかもですが、ちょっと見てみましょう、うん、カルバンクライン、うん、ジョングクじゃん、$13、うん、では安いね。この派手派手が好きそう、好きでしょ、うん、このデザインね。これも可愛い、見て、めっちゃ大きいね。どう、うん、これ、うん、これもうちょっと大きいね、うん、ナイキスイム$23、普通だね。かわいいね、これ、うん、ハワイじゃん、めっちゃ、うん、ね、うん、日本でとか履きたいね、うん、いいね。ハワイじゃないとかも、ハワイでもいいけどね、うん、$20、うん、なんていう名前、なんていうブランドだった？レインスプナー。あ、レインスプナー。ゴルフ？ゴルフの？ゴルフのよ。何これ？ハワイの？ハワイアロハシャツ。ハワイアロハシャツ。あー、分かった分かった、あのいっぱいお店があるところだ。ヒルトンビレッジとかにもあるね。うん、分かった。これいいじゃん、かわいいよ、カラーも。さあ、2階に上がってきました。サングラスなんかあるかな、レディースの見たい。なんかあるかな。ノードストロームはね、わーっていうのがね、たまにあるんですよね。そのうわー、うそ、安いってやつに出会いたいぞ。そう、昔はね、昔前、1年半ぐらい前はね、あのシューズのコーナーがね、すっごい充実していて、私何足買ったことかってぐらいね、めっちゃ買ったよね、ルブタンとかね、クロエとかね、あと何買ったっけ、プラダとか、そう、100ドルとかだったね、プラダのサンダルが、懐かしい。でも、もう今ね、ちょっとね、残念なことにね、なってるんですよね、全然在庫が、ね、なくてね、最近ね、うん、レディースのね、シューズだけはね、サクってね、見に来たりするんですけど、ね、うん、なんか全然ないんだよね、最近。前めっちゃあったっちゃけどね、うん、好きだったけど、今は。ところで何持とうと、ね、今日も買うんですか、うん、さあ、なんかあるかな、なんかあると思う？ちょっと一緒に見ようよ。これはもっとかわいい、これどう？サンダル。でもね、なんか目にくる、わ、これいいなっていうのがね、本当にないんですよね。前あんなにもう全部欲しいぐらいの勢いだったのに、うん、全然変わってないな。これもちょっとすごい、クロエ$200。なんかあるかな。もうなくなったね、前ボッテガもあったんだけどね、フェラガモとかボッテカとかさ、全然なんかハイブランドがもう本当に見事にない。トリーバーチとかはあるけど、ないね、それ何うん、なんかある？ない、ないね。前あんなに楽しかったんだけどな。多分ね、結構1年か1年半ぐらい前のね、動画をたどっていただいたらね、少し出てくると思うんですけど、ちょっと余裕があったらこの上のところにもね、貼り付けておきます。
本当に何もないかもね。気になるのがない。うん、私のサイズじゃん。いくら？高い。高い。45ドルじゃん。エキストラ 65% クロージング。あ、違うね。これからじゃない？これエクストラ、ちょっと待って。多分こっからじゃない？45ドルから。そうだね。うん、15ドルぐらい。ノーノーノー、もっともっと、うん、え、すごくないそれ、うん、それはいいじゃん。バットマン、バットマンといえば今ね、韓国のドラマ見てるね。20ドル20ドル、うん、誰サイズ、うん、カルちゃんサイズ、うん、のだよね。マイサイズ、うん、でも私あんまクロック好きじゃないんだよ、うん、お土産にはいいと思うけど、うん、どうする。いらないね。お土産に、お土産に買うほどでもないかな。ケイトスペード、そう、ノードストロームといえばね、うん、あのね、ブランケットがね、うわ、大丈夫？ブランケットが買うべき。お、これはキッズだね。あ、これラストチャンスだ。4から7。でもちょっとサイズが小さそう、ここら辺。なんか全然わからんブランドばっかりだね、うん、何これ。あれ、なんかちょっと売り場が変わったね。うん、そうそう、ベアフットがね、ノードストローム、ノードストロームはね、めっちゃ安いんです。わ、これスターウォーズのコラボレーションだって。高い。112ドルもする。40ドルぐらいかになってるかなと思ったけど、めっちゃ気持ちいいんだよ。さあ、ちょっとね、メイク用品があったりと、なんか気になるのがないね。なんかあるかな。何もなかったね。ね、これかわいいよね。どう思う？めっちゃかわいいじゃん。めっちゃファニー。どう？パンプキンスパイスラテだよ。これ持ってるとめっちゃ話しかけられそう。ちょっと欲しい、これ。うん、安い。さ、というわけで TJ Maxx に来ましたって私言ったかな、今忘れちゃった。2回目かな。まあいいか。そういうわけでね、今 TJ Maxx に。めっちゃメキシコじゃん。どこ？うん、メキシコレザーに見えるね。でもちょっとフェイクじゃないの？安いけんね。さっきのあのスパイスラテかわいいよね。あれちょっと欲しいんだけど。TJ Maxx のこのバックコーナー、まじまじと初めて見たかもしれない。あ、これもあるよ。ここだけ欲しいよね。これだけ欲しいね。このちっちゃいのだけね。どこに売ってるんだろう。ペムとか売っとっちゃない、うん、すごい。これミラーボールやん。ディオールやん、めっちゃね、うん、めっちゃディオールに見える。面白いね。買い物の目的というか散歩がね、目的だからね。で、見て見て、グッチか。あれ、全然ないね。前はここにね、ずらーって結構ハイブランド並んでたんですけど、全然ないじゃん。さあ、なんかあるかな、TJ Maxx ではね。
かわいいな。どれ？うん、かわいい。うん、かわいい。うん、かわいい。いいね。パジャマにいい。パジャマじゃない？パジャマだったらいいよ。でも普段は着たくない。ちょっとメイク行く？後ででもいいよ。私もじゃあそっち行こう。大丈夫よ。ちょっと先にこっち見てからね、後で行く。なんかいいものありますかね。一回ね、もうアンダーアーマーのねパーツが最高だったよね、3ドルでね。そんでそういうのが欲しいね、3ドルとかね、セール、ビッグセールが欲しい。やだやだ、本当に何にもないですね。なんか本当最近ね、ノードストロームラックと TJ マックスが私たちの中ではね、何にもないになってしまったね。すごい好きだったんだけどな、この2つ。掘り出し物がね、ザクザク見つかる感じだったけど、今は全然なくなっちゃったね。まあ、タイミングにもよるのかな。またいろんなものがね、復活してくれることを祈っております。これいいね。これも可愛いよ、マッシュルーム。4ドル、ね、それいいね。キッチン用品もね、こんな感じであります。買うの？ No。 No？ 見て、ディズニーランドのお土産。やばいね、ビッグ。6ドル？めっちゃ大きい。これは見たことあるけど、うん、これやばいよね。これ今度お土産にいいね。いくらこれ？5ドル？いいじゃん。すごい、このポップコーン。何これ、めっちゃあるね。今ポップコーン推しなのかな。めっちゃある。ニョッキ。トッポキもあるぞ。どこにトッポキある？ほんとだ。いくらですか？5ドル。ちょっと高いね。みんな5ドルだね。それだしさ、ほら H マートとかパラマと変わらないじゃない？ね、セームだよね。いらないよ。なんで？欲しいの？欲しいだし、いいよ。買うの？うん、買って。本当にトッポギ好きだね。ん？私が好きなの、トッポギ？嘘だ。全部は食べんやん。それ、ニョッキ美味しそう。私、どっちかっていうとニョッキの方がいいかも。これ美味しそうじゃん。5ドル、安いじゃない？チーズポテトニョッキ。買うの？え、待って待って待って、めっちゃいいもの見つけたよ。見て。スタンレーがあるじゃん。見て、うん、フードジャー。フードジャー、うん、うん、まあまあ安い、25ドルになってます。いいね、うん、これも25ドル。これもセームだね、うん、うん、今日のあたりはこれかもしれない。でもいらないけどね。でもこれになんかこれにトッポギ入れて持ってったらいいじゃん。そういう使い方ができるね。ランチボックスウォーマー？すごい、そんなのあるんだ今。フードジャー、これも可愛いじゃん。12ドルとか、可愛いですね。なんか掘り出し物はないかな。結局ニューヨークのポテトチップスとトッポギしか買ってないね。じゃあ何の収穫もなかった。帰るか。
ではでは皆さん、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた明日、バイバーイ。わ、蒸し暑い。